報道するラジオ、えー、特集二つ目はですね、報道するラジオが伝える原発事故2年の真実。 でございます。えー、ずっと取材を2年間続けてきました。原発作業員の人たちに話を聞き続けてきました。上田孝之アナウンサーが福島から戻ってまいりました。上田さん、こんばんは。はい、こんばんは、えー。よろしくお願いします。はい、これまでまあ福島県にな78回くらいですかね。ねえー、行きまして、えー、取材まあ、原発作業員の方に直接話を聞いて過去何回かこの n b s のラジオで報告をしてきました。けれども、申請、はい、震,震災から2年経って。 原発作業員の方どうなっているのか、原発はどうなのか、うん、作業員の人の証言をお聞きいただきながらお伝えしていきます。はい、まず今の福島第一原発なんですけれども、1号機から6号機までありますが、今は全て停止していて、震災直後からま冷却機能を失って、1号機から3号機はメルトダウンを起こして、そして4号機は原子炉建屋が爆発し、1、3号機も水素爆発を起こしました。2年経った今もメルトダウンした燃料というのはどうって どこにどんな状態であるのか把握できていない状況、はい、まあ全世界で前例のない事故なんですけれども、はい、えこういった状況の建屋、今どうなのか、作業員の方に話を聞きましたその建屋の様子っていうの、僕らなかなか見られないですけど、はい、一切変わらないですむき出しになって、雨のように曲がって、ぶらんぶらになって、あのままです,です、はい、容易に進められないんですよね、やっぱり線量が高いので。 全く変わんないですねむしろ、今まで、一江府内にあった、その、林であるとか、木であるとか、花であるとかが、全部刈り取られて、平たい、えー、土になってしまって、要はそこに汚染水、タンク建てるとか、うん、もうだから、林とかいっぱいあったんですけど、どんどん刈り取られてる状態ですよ。うん、殺伐としてますよより。 はい、今の課題は、そのタンクを作ることなんですね、うん、敷地内に大小930個の灰色のタンクが設置されていて、今も増やされ続けています、はい、これは放射能汚染された水、冷却に使われた水の貯蔵タンクなんですね、また建屋内などにも1日400トンの地下水が流れ込んでいると。 いうことでえー、その流れ込んだ水がどこへどう行くのかという問題も含めると、いったい放射性物質はどうなっているのかというのが、全体像は把握できない状況なんですね、そのタンクに戻りますけれども、容量1000トンのタンクが2日半で満タンになっていくと<ぁ>で、今、32万トンの総容量のタンクがあるそうなんですが、そのうちの27万トンが埋まっていると。 ですので、すすもう余裕がなくなくってきてきいるわけですね、はいはい。そして、えー、プラス使用済み燃料の取り出しというのが今、急がれまして、はい、4号機の燃料プールから今年中には取り出しが行われるという計画にはなって 特に溶け落ちた燃料はどうなっているか分かりませんし、はい、現在の技術だけでは、もう取り出しはその溶けてしまった部分については不可能で、今まだ技術ないんですね、ロボットな,どなのに年内に始めるなんて話なんです、ね、燃料プールからの分はなんとか取りかかれるということなんですが、溶け落ちている部分に関してはロボットなど、こう技術開発が急がれるというような段階なんですね。はい、放射線量にについいいいいててはどううでですかえ依然高い状態が続るいいるということとこ、まあの取材によると4号機立て周辺 辺の空間線量が260ミリシーベルトになるところが確認されていて建屋周辺で伸びた草など植物にこう向けますと機械をその場合の520ミリシーベルト毎時、まあ、1時間にですよねそれはどういう意味を持つ数字ですか一般人に許される線量の年間の上限を2時間で超えると。えー、2時間で1年間で年の上限を超えるんだはい でですのでまあ皆さん、防護服を着用して軽減されるようにして作業を行っているんですが当然、被爆を完全に避けるということはできませすさまじい高さじゃないですか、ねはい、4号機は建屋の高いところなどで作業ができるんですけれどもメルトダウンした1号機から3号機というのは線量が高すぎて建屋で作業をしたり中に入るということはいまだ不可能という状況です。はい、作業員の方に 汚染された水を扱うような仕事をしている人がどういう感じなのかというのを聞きましたので、こちらの声です水処理は1ヶ月です、絶対に、1ヶ月っつってもうさ、前後に教育とか引き継ぎとかあったりするんで、多分入るのは20日かないんじゃないですかね、次十何日、十七、八日ぐらいしか多分入らないと思いますそれで多分もうパンパンになって変りますよね、20ミリとか、そんな、い<ー>っちゃうでしょうね、多分一1年分きっちり入っていくということですよね。 20日、はいまあ、しか入れないというような作業をしている方もいらっしゃると、えー、この福島第一原発の収束作業には今も1日3000人の方が従事をしていて、そして去年の12月の時点で2万4900人ほどの人が福島第一原子力発電所に入るという登録をしました、まあ、今の段階でおそらく2万5000人を超える人が登録しただろうと。 いう数ですえ。ところでこの半年くらい前から作業員の皆さんが大変忙しくなってきてるという話がありまして、その声をお聞きください。十十二人かでやってた仕事、それをそのままそっくりと受け継いで今六人でやってます。同じ量を、だから一人当たりの負担が倍になる。それは忙しいです。 えー、倍の量の仕事、どういうことですか人数が減らされてるんですねあの、東京電力のコスト意識が高まって、こういった作業を業者に対して入札するようになったんです、えー、でコストを下げるために、どういうことが行われたかというと、現場レベルでは、作業員の方が泊まっていた旅館、つまり宿の代金ですよね、それから朝夕のご飯代を切りました。 そしてより原子力発電所に近い、これまではいわき市というところにいたんですが、それよりも近い広野町というところに、プレハブとかアパートとかを建てたり、それから空き家になっている民家を借りて、そこに作業員に共同で生活するようにさせまして、食事代も自腹ということにして、これまであったバスで大型バスでの送迎というのもなくしました。 作業員自身が何人か一組でワンボックスカーなどで自分で運転して仕事に行くと自炊もしなきゃいけないし、まあ、当然お風呂の準備もしなきゃいけなくなっているとでも作業中のね染料も大変ですけども近くに原発近くに住まわなきゃいけないってなると 仕事時間以外も線量を浴びるじゃないですか、広野町というところがそういう建物が多いんですけれども、えー、緊急時避難準備区域というのは、去年解除されたんですね、広野町、はいで、そこで原発除染作業をする人の拠点になっているんですが、うん、住民の方自体が戻っている数は非常に少ないんです、す、えー、調べてみますと、普通のこうオフィシャルのモニタリングポストなどの数値も、いわき市に比べるとやはり高めの数値が出ているというエリアになってしまっています。うん <laughs> 2>, で2年経って。 で気づいたことなんですけど、これ皆さんおっしゃるのが、うん、マンネリ、それから麻痺という言葉なんですね。マンネリ。はい、これ非常に危険だと感じたのでその説明の声をこれからお聞きいただくんですが、話の中でちょっと数字で100キロ、1キロという表現がこれから出てくるんですね。はい、これはえっ、ー、と1秒あたりに放射線性物質をいくつカウントするかというちょっと難しい単位でして、えー、これよくニュースで聞くシーベルトという単位に関。 換算することができる数字で、はい、中では100キロ、1キロというふうに作業員の方は言ってますが、100キロが毎時50ミリシーベルトくらいという換算ができる、大変高い数字について説明しています、その声を聞きください現場で、もうマスクとかも完全防備の上に作業着着て、もうその上から、タイベックの上から作業着着て、仕事しょっても。も あと不信感はまあそりゃ初めの方が来てすぐぐらいの時の方がまだあのねもう危ないもんやと思っとったけど,ど,うどん時間が経ってきたら別にね周りが軽いもんやけん軽いもん。 みたいなことを夜からそれにちょっとななになっていく自分がちょ,ちょっと心配かもしれないですねで,で,すねで J ビリッジの体育館のサーベイして「うわこれ1キロある!」とかって言って騒いでるの聞いたら「ほらもう1キロね」とかって思っちゃいますもんね自分らは100キロオーバーの車乗っとったから1キロの方がどうってことないわと思っちゃうんですよ、うん、で向こうの人からしたら1キロって言ったらすごい汚染なんですよでも常識で考えたらそうなんですよね、うん 麻痺してんのは俺のほうなんですよ、うん 1> あ。1キロ別にいいっすよってこうやって掴んで持っちゃうんですよね、うん、向こうの人からしたらもう逃げようっていう体制じゃないですか、1キロのものが見つかったら、うん、自分らはその100倍とかを普通に手にしてたんで、うん、普通にこうやって持っちゃうんですよ、ね。うん、で、そこで、ああ、俺、麻痺してるなって思うようになりましたね、うん、そうなんや、うん、だから少なからずずっと 1F に入ってる人間はもう麻痺してますよね、絶対。 いうのは、福島第一原発の続ねあもうそこに入ってる人間、みんな麻痺してるっておっしゃいました、ね、そうなんです、ね、高い線量であっても、平気でちょっと触ってしまったりっていうことが行われているとい見えないんですもんね、はい。どうせ国の体質とか、どうせ東電の体質とかですね、うん、まあ正しい情報が得られていないことに対しても、作業員の皆さん、マンネリ化を感じているとまあどうせ国はこんなもんやから、東電の体質、こんなもんやから ちょっと怖くなったんですけれども、はい、続いてこちらもマンネリ化しているのが、賃金とかあの、そういった状況ですよね、はい、これまで取材でも明らかにしてきたんですけれども、原発作業員の皆さんっていうのは、多重請負い構造というので、会社から下の会社、下の会社、下の会社というふうに孫孫受けどころじゃない、もう何十時受けなんですね。6時、7時とか、10時とか、はいろいろあるんですけれども、まあ、少ないと、作業員の方、若い人は、日当7000円とか6000円とか、 まあそういったケースもあるんですねで東京電力に取材をしていたところこのマンネリ打破の危機 なるのか東京電力、動きを見せまして、実態を知るためにですね、作業員に直接アンケートを行うというのがありまして、今、その結果が手元にあるんですが、はいはい、A4 の紙でこうコピーされていて、十何枚という結果が返ってきているんですけれども、これ、就労実態に関するアンケートというもので、<え>これまでの多重請負いの原発作業員の雇用体系についても調べるよう踏み込んだ内容になっています。うん、作業をを指示してていいるる会会社社とと給料を支払っている会社は同じですかとか、うん あなたや知人に違法,違法派遣、偽装請負はいますかとか時給あなたどれくらいですか線量の高さなどによる特別手当ついてますかという質問になっているんですね。えー、で、これ、プラントメーカー、建設大手、東電グループ、それ以外の27社3000人以上対象に行って回答を得てるんです、はい、ところが、このアンケートについて作業員の方に聞くとこんな声が聞かれました。 あれもまあ結構その会社で社長の前で書かされたとか、うん、担当の人間が横について「ここはここに丸しなさい」とかよく聞きますよアンケートの,もその文章を見るとすごい切り込んだ形でああいいじゃないのと思ったんですよ思いましたはいあのおここまで切り込んできたんだと思ってあなたは何時受けですかとかで今一体 い,いくらの日当をもらってて、で、これに対して何か不満ありますかとか、で、相談する窓口があるんですけど、相談してみたいですかとかて、あすごい切り込んできたなと思ってたんですけど、それ、いざ蓋開けてみたら、全然アンケートじゃないですからね、自分で書けないですから、本来アンケートは当電化するべきなんですよ。なんでこの質問に関しては会社通すのと。で、二重系三重系通しちゃったら、 そんな書けるわけないじゃないですか、本当のことなんて。そりゃそうですよね。ピンハネをされてる自分の勤め先について、東電に言いたいのに、その会社から直接アンケートを渡されてしまったら、書けないと。横についてられたりして、何が書けるんですかうん、そういうことを言ってるんですよね。 またあの、こういうふうに書きなさいという指示されたというケースもあったという証言で大変驚いたんですけれども、あの、こういった就労実態以外でも簡単に大まかなアンケートが行われるということはこれまでもあって、そういうときは、 東京電力が直接回収していたとやろうと思うんだったらできるんじゃないですかうんそうなんですよねなんでこんな形なんでしょうねわかりませんで、このアンケート結果について <laughs> えなんですけれども例えば最初言われている労働条件と来てからの労働条件が違っている人、はい、答えた方およそ13%いらっしゃいますそんなはずじゃなかったっていうことですね その半分近くが賃金にについいいいててて話が違っったとううふうに言っていますですけれども、東京都の最低賃金が837円、これ未満の人がおよそ5%いるというデータです最低賃金を下回っている。気になる、何時受けですか、あなたは、えー、という質問ですけれども、これ、わからないというふうに言っている人も含めると、5時受け以上のところに9%ほどいると。 ういうことなんですね、はい、ところがこれアンケートを配った会社は27社に限られていてそれがどの程度、その下の下の会社まで <laughs> 伝わっているかというのがちょっとよくわからないという疑問はちょっと残る数字なんですが、はい、それから自分が A 社という会社に勤めているのにもかかわらず B 社に勤めていると言えというふうに言われたり書類にそういうふうに書いたという人が15%ほどいる。なんですは これ偽装受けを偽装受けいですよね。いよねはい。十五パーセントと。はい。答えた方がいらっしゃいます。<ー>そしてえ健康管理について被曝量なんですけども、十五パーセントの人がえ今日の自分の線量がわからないと。そんなことあり得るんですか。いうふうに答えている。そんな現場実態ですか。自分の線量もわからないような。ね、はい。そんな管理ですか。この数字でもそのもし先ほどのね作業員の方の証言がありました。どういった どういったアンケートの答え方でやったのかというところにも疑問がありますので、はい、ま実態はもっと高い数字になったんじゃないかなと取材をしていて感じられました、はいはい、で東京電力はこのアンケート結果を踏まえて賃金や多重請負の体制について、うんえー、適切な労働契約と適正な賃金の支払いが行われるよう元請け会社様を通して引き続きお願いをしてまいります。 また元受け会社様の対策がしっかりと行われているか、定期的に調査を実施してまいりますと。今後も相談窓口を設置していますので、ご活用いただきたいと思いますというふうに回答しております、はいで。線量管理についても、放射線が人体に与える影響について、作業員の皆様への資料配布、健康相談窓口利用のご案内など、引き続き放射線に対する不安を解消する機会を設けてまいりますと。 いいう,うに答えていてあのどういった時期にこのアンケートの対策、実施しますかという欄があったんですが、その、えー、に継続って書いてあったんですねで、ここを東京電力の広報に聞いたところ、はい、これまでもやってきましたし、これからもやっていきますという答えだったので、うん、一応、このアンケートを行ったことで、何か新しく対策とかするんですかというふうに一応、僕も聞いたんですが、えー、明確にこういうことをやってますとか。 こういうふういふに新しいことを始めました、人をかけるようにしました、うん、そういったプラスアルファの回答というのは、えー、ありませんでした平野さん、はい、ここまでお聞きいただいて、いかがですか、まあ、明らかにあの法律違反ですよね、あのまあ、被爆線量そのものも、やっぱりこうきちんと毎日カウントしてですね、これはあの、えー 公益法人の協会にです、ねあの、被爆線量の管理手帳というものを出さなきゃだめなんです、はい、でマニリン新聞の取材によると、先月末、明らかになったんですけど、今、上田さんの話では、延べ2万4千人ですけど二2万人がなんと、その被爆線量を全く変えてなかったと、東電がね、はい、出させてなかったと。被爆線量を変えてなかった、2>, えーえー、2万4千人のうち2万人。2> 2万人が 残り4000人も不明なんですよ、要するに全くね、現場での放射線量をきちんと管理する姿勢がないわけです、えー、これはもう明らかに法律違反で、うん、もう一つのこの多重受け負いの、これ、中抜きですよね、はい、おそらくもう、何重にも中抜きしてるんで、これは労働基準法違反ですよ、うんはい、だ本来ならば、ね、労基省が監督して、もう現場に行って、雇用にしよういちいちあの指導しなければダメなの その話は全く欠けてるんですよね、はい、だからこれ、厚生労働省の仕事ですよね、うでも見、見て見ぬふりしてると、そういうことですよね。ととねあと周囲はまたこの除染も環境省ですけど、これもあのきちんとマスクを配布したりですね、はい、被爆線量もカウントしてないと、うもうあの原発の立地、地域とその周辺は全く無法状態。 そういうことですねいくつもの何十もの違法が重なり合って無法状態、ええええ、あるいはのコストを削減するためにね、うん、その作業をする人たちを原発近くに、まあ、住まわせる、うんあの、少し離れたところにホテルを借りるというようなこともしなくなっているっていう。 固定しているわけですよ、ねうんまあ、だから働く人たちの命を本当もう切り捨てるかのようなね、うん、あのひどい劣悪な労働環境ですよね、うんはあ、実態はそういう劣悪な環境の下で、被爆を強いられている人たちが今、支えてくれている、うん、そうなんですよね。 この事故を収束させようと、皆さん必死になっている方は、そういう状況に置かれているということなんですよ、ねえー、だけど、その方たち自身ももうマンネリ化して、危険だという、その異常事態に、もう自分が反応しないぐらいの、なんかそんな。 気分になっってらっしゃるんですねうんですので、まあ、こういったものを例えば先ほどの多重請負いの構造でも、うん、もうそれが皆さん普通になってしまっているので違法であるのに違法とも感じない、うん、おかしいのにおかしいなんて言ってられないぐらいにも、うん、もうそれが普通にさえ感じられるところまで来ている、はい、そのことが何より異常ですよね。うんあのー これからねもうあの労、まあ、要するに労働災害、これ、あの後遺症がです、ね、出てくる、私、敦、ま、賀、あ、で長く原発の作業に取材したことあるんですけども、こ白血病に長く被爆するとです、ね、なって髪が真っ白になったりね、だけどこれを立証して、労災認定を、まあ、将来受けようとしても、これ、被爆線量を ちゃんと計測してないんでね認定してくれないんですよ今被曝線量をちゃんと管理していないということは、えー、将来のもしもの時、えー、労災認定できないといことにもし障害が出た時にねこれは当然やっぱりしないと賠償問題になりますからうん、えー だこ,れあのこれまでにも何回もあるんですね、他の原発でも。<ー>でもそれは、あの平時の、まあ、職場環境はカウントしてるんですけど、今回は全くそれができてないんですよ。はい、でしようと思ったらできるんですよ。ですからね、切り捨てと言っても、全然おかしくないと思いますね。これは<ー>本当にまあ今からでも、ね、やって、将来もし。あのー その線量による疾病がですね、はい、発症したときにですねこれは当然もやっぱり賠償の対象になるということを考えるべきなんですよね本当はそうした賠償の金額も全部含めての原発のコストと考えていかなければいけないのかもしれないう、うん、非人間的な本当にやり方ですよね、はあうん まあ占量系も皆さん、仕事をしているときだけ身につけているという話もありますから、普段生活しているときの船量というのは、誰がどう皆さんの分管理しているのかというのは、からないわけですよね、うんはい、こういったところで皆さん、働かれている中で、安倍総理は原発再稼働と。はい いうような姿勢でいるわけなんですけれども、ね、あの作業員の皆さんにそれぞれこの原子力発電所の再稼働について聞きますと、はい、皆さん非常に複雑な心境でえま賛否分かれるということなんです<ー>特に地元福島の作業員の皆さんは被災しながらも原発再稼働を認めているという人も多いんですねその方の声をお聞きください 私がどうしても、自分はそういう原子力発電所で20年を従事してましたんで、日本の場合は、ある意味、絶対、絶対ですよ、安全であるというふうに、もうそういうようにアピールしてきたわけですよ、でそういうようなシーワがもろくも崩れてしまったという、もう例えば大川町、二葉町、もう帰りません。うんもう 20年、30年後には帰ります、そんなのはもう通じません、不安ですよ、うん、ただ、この福島県でもそう、そ築っていうんですけど、何もない過疎化のところにね、そういう原子力発電所が立地されたためにですね、まあ、ある意味でもう、もう生活、道路から何やら、もうみんな制止されて、経済面ではずいぶんそういう。 うん、助かったところがあったと思うんですけど、うん、なかなかねそれに変わるものってこれからどういうふうに転換するのか転換できない時にやっぱり原子力に頼るしかないんだよな。 転換するまでは原発に頼らざるを得ないんじゃないかと、まあ、分かってはいるんだけどやはり作業員の皆さん仕事が必要だという部分と分かってはいるんだけど東京の電力東京で使われる電力を考えるとという意見の方がうそんなに考えられると、はいね、一方で2年たって原発で働いていてこんな印象を持っているという方もいます。はい、そうでですすねね年間でもう全然違いますよ、ね、最初は本当に 国で起こった一大,一大事をいろんな地方の人間が集まって解決すべく集まってるっていう状況やったんですけど今はもう仕事させてあげてます的なノリですからあのー、本当に復興っていう言葉を取った方がいいです今もビジネスです復興じゃないですよ今もう恥ずかしくて復興なんて使えないですよやっぱり必要なものを まあ、単価にしろそうですし、ね、人員も減らされる、えー、必要なその装備だったりも減らされる、そしてんで自分たちの,その利害関係でどんどん,どん,どんそのあの自分たちが良くなる方、良くなる方に会社がやっていく。うまくいかないですよね。復興ってそういうもんじゃないじゃないじゃないですか。実際どうなんですか、あの原発の国は <laughs>、まあもうまあ。やる気満々でしょ。 福島のことはもうなかったことにしようということでしょ今こうやってやってるから、的な感じでしょあの根本的なこと聞いていいですか、はい、国にとって原子力って必要なんですか、ね、ないとダメなんですか、ね、原子力持ってますよっていうのが必要なんです,か,ですか、いざとなったら核爆弾ぐらいすぐうち作れますよって,っていうのをちらつかしるとか言と、やっぱり国としてまずいから、うん、当然原子力も必要になるってことなんですかね、うん、じゃあなくならないですね。うん <laughs> ね、貫かれますね今の方の方非常に皆さんも悲しい思いをお持ちになりながら復興に従事しようと志を高く保ったまま頑張ろうというふうに思ってらっしゃると<ー>、まあ、特に当初やっぱり震災がありました福島の皆さんのためにと遠方から志高く来た方も、はい 大勢いらっしゃったんですが、えー、そういった皆さんがこういう状況にどんどん置かれていってモチベーションが下がってきて,しまていと人も減らす必要な装備まで減らされてる、はいる全部会社の栄養に栄養に会社が都合をつけてやっていくんそんな復興とちゃうやないかっておっっししゃってましたね、はい、こんな状況の中で現場の話を聞かずに再稼働を 決めていいいののかかかかどうかというととは引っかかるところなんですよ、ね、あの今のこの原発、大きな動き、特にあるわけじゃなく、ずっと同じ状態が続いている感じで、まあ、放射線だってまあ出続けているわけなんですけれども、慣れてしまうっていうことの恐ろしさを今回の施設、すごく感じまして、変化が大きくあると、当然ニュースになりやすいですし、テレビもやるんでしょうけれども、えー、いかにこの慣れてしまうということが、 お伝えしにくい内容である上に、はい、とても大事で分かっていただかないといけないことなのかというのをすごく今回、痛感してあこれこそが今回のちょっとお伝えすべきニュースなんじゃないかなという感覚を初めて、はい、味わいました。はーはーとにかく時とともにあの私たちが考えなきゃいけない視点ってこっこ、変わってきてますね。はい、<ー>どうやって この原発問題を考えるかというのはやはり作業員目線でものを見てから、はい、考えるようにしていただきたいなというふうに感じました、はい、平野さん、いかがですか日常化というより、まあ、よりなんか深刻化してますよね、うお金の面についても,、ねはい、もう大変もう底なしになってきてるんですよね。はい、どこまで投入したらいいのかと で今、復興とはあのー、全く感じられないと。うん、復興というのは新しい再生の道を示すことなんですよね。はい、そのことが全くこう見えませんよね、うん、福島の人たちに。うん、もう、そこで封鎖したような状態になっていると。はい、これでひたすら再稼働に向かっていると。うん、この,あの本当のひどさっていうんですかね。我々もっとこう あの真摯に直視しなければならないと思いますね、あまりこうあの表面上の,その、まあ、画像だけで,です、ね、判断するのではなくて、こうしたあの現場の人たちの声に、ね、やっぱり耳を澄まして、どうあるべきかということをもっと考えなければならないと思いますね、えー、こう再稼働について、この頃論じるときにこう、ややもすると電気料金の問題であるかのようにね、うん、あの論じられる風潮がありますけど。 そこにはもうこんな生身の人たちがこ,こんな思いをして、うん、高い放射線量を浴びながらやっているというそこの視点なしにはこれ、語っちゃいけないですね、うんえー。上田孝之アナウンサーの報告でした 報道するラジオ、今日は福島第一原発、今の本当の真実は何なのか、上田隆之アナウンサーが原発作業員の方々に2年間ずっとインタビューし続けてきて、えー、また今日報告をさせていただきました、えー、っと平野さん、はい、上田さん、ラジオネーム東大阪のおっさんという方が、ねはい、くださったんですけど、今、えー、今の上田さんのリポートを聞いているとですね、 東電も作業員の方々を人間扱いしないで次から次へと使い捨ての品物のように軽んじているのではないかと思われもう聞かせていただきながらとても腹が立ちましたです、ね、本当にあの自分たちに政府というか、まあ、東電もそうなんですが不都合な真実というものをずっと隠し続けてますよね。はい 情報の不開示というのもがもう最大の問題ですよね、そうですね働く人たちへにも、えー、あのそれをやってるということですよね。で、ネーね、川、はい、のそこからさんもそうおっしゃってるんですね、うん、やっぱりもう、美談いらないんですよ、現実を教えてほしいんですよって、うんでねで、私たちにもそうだし、作業員の方々にさえもそれをちゃんと知らせていないという。うん ラジオ大好きさんは今や復興作業じゃないですビジネスになってますよ、この言葉が印象的でした、上田さんどうですかやっぱりそこですよねも大勢の人がこうお金を目指してきているという取材の感覚もちょっと受けていてーペーパーカンパニーと呼ばれる、まあ、ブローカーと呼ばれるような人たちもいるのでう、えー、そういうものに復興の予算が回ってしまうというのはちょっとやっぱり許せないですよね。 あの本当に多くの人のこの痛みの上にしか成り立たないのがこの原発ビジネスなんでしょうかね、うん、あの再稼働への動きどんどん進んでいるようですけど、うん、本当にこうしたの人間から見た原発っていうのをもう一回考えて皆さんのお考えあのどうぞお聞かせいただきたいと思います。うん、来週も報道するラジオをお聞きください